銀杏治療院の稲松です。治療を行う前に内臓の治療の場合は腹診っていって、お腹を抑えてどこに痛みがあるかとか、どこが硬いかというのを調べることをいたします。患者さんにも一緒に抑えてもらって、どこが痛いのかというのを同じ目線で治療する人間と、それから治療される人も同じように抑えれば痛いところが大体分かりますので、これを腹診と言います。これを治療前にやるんですけど、今この腹診というのがどの医療分野でもやられなくなってきてます。血液検査とかですね、 CT とかレントゲンとか MRI、 こういうものを見たりとか、鍼灸とか重生の先生たちもあまりお腹を触らない、触ることによってすごく情報がこう得られるんですけど、これを触らない、ので私の勉強会ではこの腹診を皆さんに申し上げしております。私も毎日のようにやっております。これが肋骨とおへそと、下腹部と、こういうふうに思ってください。これどこを抑えればどういうふうなことが情報が得られるかっていうのを簡単に説明しています。これ誰でもご自宅でも、例えばお母さんが子供のお腹を押さえたり、お父さんがお母さんのお腹を押さえて、ここ大丈夫かというのにも使えます。もちろん鍼灸師の先生が、毎日の診療の中でお腹を押さえてみる、これをできるのは鍼灸師はできるんですね。やってみてください。私もやっておりますので。で、肋骨があっておへそがあります。溝落ち、まずここのすぐ9尾の一番下のところですね、ここを押さえてみますね。から2番目こう押さえて、3番目4番目っていって、こう指1本ずつこう押さえていくんですね。で、この辺に出る痛みって何かっていうと、大体胃の痛みなんですけど、何番目のところが一番痛かったかっていうのを記憶しておいてください。胃の痛みですね。で、胃の痛み、続いてはこの左側の上腹のこの辺に、痛みが現れることがあります。胃の痛みですね。たまにはですね、胃下垂でこの辺に、胃がある人がいますので、ここを押さえたら痛いと、もうこれは腎臓かなとかね、尿管かなとか膀胱かなと思って治療すると、左足の F1 でこれが良くなると、あ、これは胃だったんだというのが分かります。で、これ真上からまっすぐ、体に、押さえるんですけど、こちら側向きに指をこっちからこう入れて押さえると、この辺にある臓器が、圧迫することがあります。これはまあ膵臓ですね。ですから真上から押さえればいいですけど、肋骨の下の方にこう指を入れていくと膵臓です。で、この膵臓の痛みがある場合には、膵炎を起こしてたり糖尿病の方やなんかは、これ出てくるんですけど、この場合は左足の F6 でこの痛みが軽くなることが多いですね。肝臓の場合は、右の肋骨のところにこうありますので、ここに痛みが現れてきます。右側ですから、右の F2 でこの痛みが取れてくるんです。 F2 と F6 でもいいんです。取れてきます。ただ F2、F6 をやって、いや、この辺にすごく痛みがなんか一つ残っている、これおそらく胆嚢でしょうから、 F2、F6 をやって残っている場合には F5、右足の F5 を整形してやってみてください。それからこの辺りにですね、ここに、押さえると、ちょっと深いところです。軽く押さえるんじゃなくて、ゆっくりゆっくり深く、おへその斜め45度ぐらいのところを押さえてみてください。肝臓のこの位置とはちょっと間が空きます。これが腎臓です。腎臓の場合は尿管がこう膀胱の方に、尿管が行ってますから、ここだけじゃなくてこの辺もこう痛みが続く時があります。もちろん片方どちらかっていうこともあるんですけど、これは F3 の整形試着をやると軽くなりますから、それを見ると、あ、これは腎臓の痛みだったんだなっていうのが分かります。で、こういうのを総合して、治療していくわけですけど、この胃の痛みというのは通常私が治療するとき一番最後にやります。なぜかというと、肝臓の、例えば肝臓の交感神経異常興奮して軽い肝炎を起こしていると、これが、胃の痛みの、原因ですね、なっている場合もありますし、例えば腎臓の痛みが胃に表現されて現れている場合があります。
ですから胃の治療っていうのは一番最後にやって、他のからやっていって、その間にこの胃の痛みも抑えてみると痛みがなくなるということがあれば、あ、これは胃の症状じゃなくて肝臓だったんだなとか腎臓だったんだなというのが分かります。こういうふうに皆さんもお腹を抑えて調べてみる、そして清潔白濁をやって、その痛みが消えるかどうか、その痛みが F3 で消えれば腎臓の痛みだった。少しこの図に書いたところに離れてるかもしれませんけど、 F3 は腎臓だった。例えば F2 の清潔白濁をやったら軽くなりましたっていう時には、それは肝臓だったんだというふうに判断することもできます。皆さんもどうぞやってみてください。